栗木明です。今年齢は25歳です。で、神戸地区に所属しておりまして、尼崎市での、物件を担当しております。加盟したのは、2021年の9月、去年の9月ですね。加盟する前は、販売業をしておりました。契約社員で3年ぐらいやってました。足元の方慣れてきたとか。ああ、もうかなり慣れてきて、もうもっともっと仕事が欲しいっていうような状況になってますね。加盟した時の、売上っていうその希望があるんですか？はいはい。まあ、もう割とすぐに埋まっていく感じ。そうですね、もうすぐ埋めていただいて、半年もしない間に埋めていただきましたね。で、最初加盟したのは50万円で、6月からも50万円以上また、売り上げもあります。さらに追加した。そうですね。加盟する後の、まあ、イメージというのギャップみたいな。はいはいはい。大きなギャップはないです。ただどうしてもその物件の取れるところっていうので多少遠いところに行ったりとかっていうことはありますけど、全然話が違うっていうことはなかったですね。遠い物件とかっていうのは徐々に改善とかってそういうことはあるんですか？されていってます。それで話して、入れ替えていただいたりとかして、徐々にルートが良くなっていくので、その分、移動時間を減らして売り上げを増やしていけるだろうなっていうふうに感じております。平均年齢よりだいぶ若いと思うんですけれども、まあ、そもそもなぜ加盟しようと思ったんですか？そうですね、もともと自分でやってみたいっていう思いがあって、やったらやった分だけその分、評価されるっていうのに魅力を感じてて、フランチャイズとかも探してみたりとか、他のところを見てみたところ、この大吉カバオールに加盟すれば安定して、事業できるんじゃないかなと思って、始めました。皆さん結構若いのにすごいっていうふうに言っていただいてるんですけど、僕としては年重ねてこう家庭持ったりとかするよりも、若いうちにやってる方がリスクは少ないんじゃないかなと思って、で体力もあるしっていうことで、失敗も来ても取り返せれると思って始めました。そういう清掃の仕事を有名な業界に対しては持ってたイメージみたいな。そうですね、やっぱりビルメンテナンスで掃除してるって言ったらパートのおばちゃんっていうのを最初にイメージしてて、そんなにいいイメージはなかったですね。ただやってみるとそんな悪い仕事でもないと思いますし、お客さんともすごいコミュニケーション取れて感謝もされて、僕はすごい満足しています。年上の方が多い中でやりにくいとか、そういう環境的なところはどうですか？は全くないですね。なぜかっていうと、そのパイオニアさん、オーナーさんたちはやっぱり年上の方が多いんですけど、その分、すごい教えてくれたりとか、親切な方多いですし、で僕の年齢だと本部の社員の方の年齢がすごい近くて、それでその分皆さん喋りやすいっていうような形で僕にすごい喋りかけてくれるので、全然そういった点は困ってないです。今後の目標とかあるんですか？ビジョン。そうですね、今後の目標としては、最初に加盟した時に目標にしてた、月の売上を80万円にするっていうのを大体5年ぐらいのスパンで考えています。その先とかってなってくるとあんまりイメージはついてないんですけど、ゆくゆくはもう会社法人化して従業員とかもやっと得たらいいなと思ってますけど、全然そこについては具体的な案は何もないです。独立してみたいなって思っている20代とか、一言声をかけてあげてもらえたら。ここ入る前僕もすっごい悩んで、まあ安い金額ではないんで、それなりのリスクを感じて始めたんですけれども、大きなこう本部 の最初の話と違うっていうことはないので、情報収集して、で、これならできるだろうって思ったんであれば挑戦してみて後悔はしないと思います。ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。